よく懐石料理とかに入ってる、お弁当とかにも入ってるお芋さんの剥き方は、六方剥きと言います。2、3、4、5、これが六方剥きと言います。そうしましたら、すべて皮を剥きまして、こちらをボイルしていきたいと思います。お米の研ぎ汁があればそちらに入れてもらってボイルしてもいいですが、今日はないんで普通のお米を入れてボイルします。ここに水を張って爪楊枝か竹串で刺して刺されば火が通ってますんで、それで、冷まして冷凍します。冷凍したお芋さんは炊き合わせに使ってもいいですし、お味噌汁に入れてもいいですし、いろいろ方法あるんで、またします。沸騰してきたら弱火にしてコトコトと火を入れていきます。そうしましたらお芋さんの方が湯がけましたんで、これで冷まして冷凍します。お芋さんこんな感じでスーッと串が刺さりますんで、ボイルで